はい、こんばんは、小坂井です。今回は、最近ね、ハルビーを、イラストをね、ハルビーのイラストを描いているので、それでね、そのシリーズで今回は、コウモリですね。コウモリのイラストを、描いていきます。結構ね、いろんな時に、コウモリの絵って意外と使うのかなと思いますね。で、コウモリの描き方で、ポイントなのが、意外とね、骨ですね、骨格を意識して描くと、リアルに、描けるよっていうことが、一つ、ポイントかなと思います。で、例えば、手がね、どこに生えてるのかよく確認しておきましょう。で、手はね、翼の、上に、前の方にね、ついてます。で、鍵爪が翼のその前の方の先端ですね、ここについてます。でそこからこう骨が生えてきて、それがその傘のように、開いているわけですね。で、こんな感じです。で、人間でいう肘の部分がだいたいどの辺にあるのか、翼のところ一回こう角がね、関節がありますよね。そこを意識して描くと結構ね、リアルなコウモリになります。あとはお尻の方ですね。そこにもね、意外と翼のやつが生えているので、そこも見てあげましょう。で、こんな感じです。鼻はね、三角形ですね。で、尖った耳が生えていて、体に毛が生えているって感じです。結構可愛く描けたんじゃないでしょうか。で、一応ね、閉じてる方のコウモリも参考で描いておきます。で、閉じてる時は、大体こんな感じですね。で、基本的には下を向いています。で、ここでちょっと豆知識なんですけど、コウモリですね、よくこう噛みついて血を吸うようなイメージがあると思いますけど、実際に血を吸うコウモリは、いるみたいですね。血吸いコウモリって言って、海外の方で、よくいるみたいなんですけど、ただ実際に噛みついて血を吸うわけではないそうです。牛とか、そういった家畜の動物ですね、そこに、まず引っかくんですね。爪で引っかいた後に、そこから出た血を、舐めるという感じですね。意外と優しい感じです。思いっきりね、噛みついたりとかはしないそうですね。ただ噛みついてはいないんですけど、血をね、舐める姿が、血を吸っているように見えるので、血吸コウモリというふうに見えるらしいです。で、色は、大体黒系ですね。黒または濃い紫の色がいいと思います。で、胴体は茶色を塗っていきます。あと、意外とね、コウモリ、写真とかでよく見ると結構赤い部分とかが結構あるんですよね。なので、意外とね、うまく赤も使っていくといいですね。そこは実際の、写真をよく見ながらイラストを、描くといいのかなと思います。どの、イラストにも言えるんですけど、実際の本物の写真を見ながら描くっていうのもすごく大切です。で、色の塗り方は大体、こんな感じかなと思います。で、一応、参考なんですけど、結構シンプルな感じの、コウモリも描いておきます。よくこうハルビーのイラストとかで見るのは大体こんな感じですよね。もっと簡単にした感じのコウモリですね。やっぱりコウモリは1匹というよりは、2匹とか3匹とかまとまっている方が結構ね、コウモリらしく
なりますね。こういう風になんか、ま、飛ぶ時って結構まとまって飛ぶイメージがあるんですよね。洞窟の中からこう出てる時って大体こうたくさんのコウモリが一斉にこう飛んだりしているので、まあ、何匹かねまとめて描くと、まあ、コウモリらしくなるのかなと思います。でとりあえず今回はこんな感じで完成です。よろしかったら、ね、他の動画も見てみてください。チャンネル登録もねお願いいたします。